牧重シ昭和6年2月3日は、日本の牧師、元長岡藩士、カ六百国。失脚した、牧子コ中守る、長岡藩士、牧子太夫益駅の着流子孫。キリスト社であるが、牧家墓地は、長岡市の仏教寺院である、長光寺の山本五十六頭が眠る墓地と同じ、敷地にある。長岡藩領に生まれる、母親戦争に従軍、幼少期に、 反抗のストック間で漢学を学ぶ。1869年に SR ブラウンが明治政府の要請で管理新潟い英学校で教えるために新潟に赴任したときブラウンより英語を学ぶ。明治政府がブラウンに横浜に開校する中文館の責任を持つことを強く要請し、ブラウンは1870年7月16日に横浜に戻る。そのとき、ま 安倍金次郎ら6人がブラウンに同行する。そして、牧たちは横浜の州分館で引き続き、ブラウンの指導を受ける。牧が洗礼を受けた日本キリスト公会と1922年の改堂。1873年に SR ブラウンから洗礼を受け、日本キリスト公会に所属する。その後、公部長の通訳の仕事をするが、同じく、 日本キリスト公会のメンバーの稲垣信に同行して、長野県上田の伝道に向かう。そして、1877年前年の伝道旅行で、訪れた上田キリスト公会の伝道師になる。同年10月日本キリスト一致教会の中会が組織された時、牧が伝道師をする、上田教会も八教会の一つとして加わった。1878年2月に、 セラタ・シオリと結婚する。1879年9月に、マキは、牧師の暗種令を受ける。しかし、1880年10月に、在任わずか1年3ヶ月で辞任し開拓伝道を始める。上田教会は無牧になる。マキは、1883年まで、南北作軍と小さ型軍の開拓伝道を行う。この間、春日村で、 岡部太郎が救われる。恩師ブラウン宣教師1886年に東京に移動し、日本キリスト一致協会、郷島町協会の牧師になる。1890年には大阪一致協会の校長になる。しかし、翌年伝道を始め、1891年には青森、1897年には長野県小諸、1900年には長野県松本で伝道し、 1911年には東京に戻り、余生を過ごす。ありがとうございます。